どうもピチピチのテクタンと申します。ゼルダの伝説スカイウォードソード実況プレイパート45始めていきたいと思います。いた、よろしくお願いします。ということで、前回敗れたこいつとの勝負からスタートでございます。これは絶対こっち来ちゃうんやね。とりあえず走れーゼルダリンクここで まさか間違えるか。せい、よし、もうね、私はガード、縦ガードなんてしないしない、 しろよっていうね。せい、いやいた、薬持ってるから。好きをメインにって言ってるだけで別に好きじゃなくてもいいよね、きっと。おー、ガードしたお、もうちょっとやん、もうちょっと、もうちょっと、いや落ちてよ。あー、腕が取れた、取れた、壊れた。うわー、フック前兆やね。多分両腕取れる形になるんかな。うぃー、走ってくる。でも形なくなったおかげでさ、さ、いや、こっちが強くなるんかい、それで。いやいやいや、痛い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 。お薬早飲み、早飲みや。いった、あ、ちょ、後ろめっちゃ近づいてきてるんやけど、痛い、全然やん。なんで注目した方がよく、いい、逆らえよ、っ、お、いいねいいね、つけ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 、そんな月が出た出た、お、あ、やったー。両腕取れてからまたなんかあるんかと思ったけどさ、でも冷静に考えたらもう腕両方取れてもたら何もできひんよね。あ、宝箱なら、これあれの、あの石が入ってるんかな、もしかして。過去に戻るあの石ね。マスター、先ほどの機関野人、船長の言っていた海賊である可能性 99% をやっつけたよ。長い年月にわたり生きながらえてきたその執念は驚嘆に値します。どうしよう、薬1個使ってもたけど使わんでよかった気するな。しゃあない。で、なんなんやろね、結局これは。弓、遠いところから狙い撃ち、攻撃力の高い矢を撃つことができる。攻撃力高いんや。あ、ここで弓か。マスターに報告。入手した新たな道具、弓矢について。しなった弓の反発力を用いた攻撃力の高い矢で遠方から狙い撃つことができます。もう絶対これ使ったボス戦やん、きっと。使い方を確認したいときは ZR で弓を構えてから右を押してください。また放たれた矢によって特定の仕掛けに対して衝撃を与え起動させることができます。あ、それ左にもあるね、同じ丸いの看板に手、それらしき仕掛けを確認済みです。あ、多分それポッキン折れるんじゃない。しかしここから狙うことは困難と思われます。看板へ戻ることを推奨します。看板ってどこ？ここじゃ無理ってことやね。これで使い方、R でカーソルを動かして、ZL で、R で、矢打って、押したまま引き絞ると威力がアップ。うん、なるほど。引き絞るってどうするの？長押しってことなんかな？つまり。ちょっと一回座るか。あ、セーブもしとこ、ちゃんと。ピュッピュッ、オッケー。ということで、まずちょっとセーブします。ここが確か、まあ、そこそこにも。あれ？出口近かったって思ったけど、あれ？どこから私入ってきた？ちょっと待って。ここ出口？ってことは反対？階段降りなか？どうやって来たんやっけ？ここか、普通にこのドアから出ればいいんか。え、どっちやっけ結局。ここね、ここから。これ外か。よーし。ここからこうして、ここ？これでいい？え、なんかちょっとずつずれていくんやけど、やめて。オッケー！外した気がしたけど、これ倒れるんじゃない？違う。あ、それが出るんか。はあ、はあはあははあ、完全にあれがポッキン折れてさ、なんか、
それでそこを登っていくみたいな感じかと思ったんやけど、マスターリンクに報告、あれが時空石である可能性 90%、 それは私も分かってるよ。 100% でしょ。あれやな、 100% って言ったらいろいろ問題あるから 90% ぐらいにしとくっていうね、まああるあるよね。この船に大きな変化を及ぼすと推測、何らかの手段で衝撃を与えることを提案します。まあビートルがいいんじゃないかなって思うけど、ビートルがそこまで飛べるかな。いけるか、いける。ちょっと待って、むずいな。あー、この高さ無理なんや。あ、無理っぽいな。普通に 弓で撃つ方がいいんかな。当たるかなこれ。おおよそ合ってたら当たってくれる。あ、オッケー、よかった。あ、全体が変わったね。おお、砲が張られた。あー、え、船もしかして出発しちゃう。なんか、うわー、しまっちゃった。あー、敵もおるね。とりあえずまあやっつけつついきますか。よいしょ、オッケー。いやー、なんかこの赤いやつ多分久しぶりなんか知らんけどさ、弱いね。弱いっていうか剣が強くなったんや私の。そういえば弱いけど私の腕が悪い。オッケー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 。ここがそう、はしごあって登れるようになってて、結構その弓で撃てるようなとこがちょいちょい見えた印象なんやね。いった。ここドアあるやん。あ、いやいや、やった。いや、10本を手に入れた。弓に繋いで打ち出すことができる。数に限りがあるので大事に使おう。例えば引き絞るやってないね。これ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 。へい。あ、こういう感じね。なるほど。あ、何それ。ボート？あ、なんか出れそう、そっから。下ろしといた方が良さそうな感じのやつってことかな。ちょ、待ってよ。あー、鍵で閉まっとるとこがあるね。ここなんかマップが広がってませんが、あそこか、鍵で閉まってるの。あれ、でもこれ以上なんかちょっと、あ、そんな補充線でよかった、いけそうなとこが。待ってよ、ここもあるよね。これは当たるでしょ。ちょ、あいつがおるからか。ちょ、待って、あいつ全部ガードしてまうかな、もしかして。マジかー。やとしたらここ降りてもた方がいい。で、降りる。よーし。あ、入れるやん、こっから。よし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 、ナイス。あれ、あ、入れへんよ。あ、切れそう。こっちに飛び移る的な、違う？え、ここなんなん？え、でもこんなとこ降りてもたらさ、もう上登られへんやん。あれ？あ、戻ってきたんか。じゃ、どうしような。あっこがさ、落とせへんけど、鍵がここかかってるでしょ。でも今行けそうなとこって、こことかって登れる？登ってもみたいな感じするよね。ここがさ、降りれるからさ。あ、違う！左、左に行きたかった。じゃ、もう一回だけちょっと試させて。そこ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 。ビートルに一回様子見てきてもらおうかな。こっちじゃなくてこの辺ね。うん、あ、ここここここに来たんやけど、こことか今来れるかな。いけるかな。あ、ここにもいっぱいおるね。ちょ、待ってよ、見てきてもらおう。あ、待って、ここの、ここ登れるんか、ここから。あ、なるほどね、こっから登れる。いいね、いいね、いいね。マストに登ることにしようか。よいしょ。よいしょ。
ただなんか登りうる最中にさ、なんか攻撃食らったりとかせんかな。あ、大丈夫や大丈夫や。オッケー、登れたよ。ちょっと視点が悪い。うせま。せい。どこに行くべき？これで。マストに来たはいいけど、うわ向こうにもいっぱいおるな。あ、行った。仕掛けあったよ。ちょ見えるとこらへん。あれ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 。せい。これは当たるでしょ。おお。ジップロックが降りてきた。え、降りてきたけど。え、こんなん対決できるかな。強っ強っ、ってかうまっ。こんな、なんかまさにピーターパン。ピーターパンってでもこんな感じやっけ。しかもこれ上行くの、あ、行くんや。重力逆らうんや。てれれよっ、いた。え、何にやられた。あ、誰か弓撃ってる人がおるのか。よいしょよいしょ、あんたね。よし、あ、あ、は、は、下。あ、いや、うまいな、あなた。で、あとこの人か。ハートが地味に失われていってるんやけど。はい。下。オッケー。攻撃自体は弱いからさ、この人たち。やから、あ、これもあれやね。あ、これでてっぺんに行けるわけや。ちょっと待ってよ。こうして、はい。オッケー。これであと一番上いけるわけや。なるほどね。うん、ぶら下がる。いや怖いよなこれ。めっちゃ腕の筋力いるやん。あ、向こうもあるけど、ちょ待って。ふっ、えい、オッケー。で、ここなんかこれあるよね。あ、これ剣させる、もしかしてそういう感じかな。刺してみる？せい。あー、あー、あ、開いたけど。あ、そこが開くの？なるほど。リンク、よくやったけど。あ、来たんや。オイラの船が綺麗に戻っただ。嬉しいけど。あとは仲間の船員たちを助けてほしいけど。船内に牢があるからきっとそこに捕まってるだ。おー、そこね。そこ、地下2階、オッケー。オイラは怖いからボートで待ってるけど。頼むけど。いや、怖いんかい。今ここやったやろ。でもそっち側もなんかあるんよね。そっちに行けることに意味があるのかどうかっていうのはちょっと気になるところではあるよね。まあ、とりあえず一回これで向こう側行ってみるか。せい。あーい。いやー、危な。いや、来たけど。なんか特にここには何もなさそうやな、この、ここね。もう降りちゃっていいかな、じゃあ。パラショール！よーし。ハート出てきてくれへん？爆弾かー。さほど欲してないかも。よし、こっちにハートが。出ない。あ、やったー、やったー。やけど瓶に入れてる方が良かったんじゃないって思う。どうやって瓶に入れるんやろ。虫取り網使ったりとかするんかな、もしかして。今更やけど、だってそれ持ってる方がね絶対いいもんね。よっ、あ、オッケーオッケーオッケー。補充で、ここが開いたんやんね。オッケー、行きましょう。って言ってももう一回入ってきたとこなんよね。もともとのところなんよね。ちょっとまたセーブしよう。うん、もともとここはね、その、時空席やらんかったら入れとったとこやもんね。さあ、なんか変わってるかな？適当にうろついてみるか。敵はいないか。ここでいいんかな？あ、ここやね、とりあえず入るんは。オッケー。なんかおったぞ、今見えたぞ。敵か。あー、電気系の人。はい、バリ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 。
盾で防いで一回で、そのうちに攻撃する方がいい。あーハート、そんなに矢いらん。そんな、あ、後ろ狙え。あ、結構強いぞ。はい、てい、あ、いったー、もうひど。なんかハートみたいなのが出た音したぞ。イエーイ、めっちゃ矢出てくるな。あ、ハート、それは欲しい。で、こっちって行く意味なんかあったっけ。前回仕掛けも解いちゃったから。敵の音、敵の音、水槽の音。あ、お宝あるけど、あれ、これどうやって取るんや。あれ、どうやって取るんや。まあ開けれるんかな、この辺。違うな、これのパンをさ回せることもさ意味あったんかなって思ったけど、結局よう分からへんよね。ちょっと今回してみる。もう回ってるけどさ、すでにこのパンね、全くもって意味なさそう。まあおいおい考えるか。この下やったよね、バッテンついとった。あ、そうやね、ここやもんね。あ、でもここ鍵閉まってるが、またなんか謎があるんですか。あー、すぐしびれちゃいます。オッケー、ハートくれ。どうする、セーブします。守護者おるやん、セーブしよう。こんなに頻繁にセーブするものなのか。いった、つく、こいつはそんな難しくないよね。あ、開いてる開いてる、ここ、ここね、ここに捕まってるかもってこと。違うか、これあの鍵がかかって開かない、ここがきっとね、あの大ボスよね。この宝も気になるけど、あ、下から行けるぞ、これはしごがある。下からやから、この階層からか。めっちゃ宝あるけど、どんだけキーアイテムっていうか、なんか重要なアイテムないのに、だいたいなんか珍しい素材とかやったりするんかな。おるおる、いや。これは特に効果なし。じゃあ変えてみようか。これは、おお、おお、いいね、200か。引き絞ってやったらもっと強かったか、きっと。あ、捕まっとる、捕まっとる。お前人間だな。どうやってここまで入ったケロ。店長と一緒に助けに来てくれただが嬉しいけど、あ、そうやね、確かな。ね、時空石起動する前もあったもんね、この。ボロい状態で、ボロ言うたら怒られちゃう。でもそこのビリビリのせいでここからは出られないだ。そうやね、向こうから回ってくる感じ、どこから。そうだ、この牢の下には船の船機関室があるけど、どれ、機関室にはこの牢に通じる通路があるだ。でも機関室を通ってここまで来るには機関室の電源を入れる必要があるけど、この2箇所に電源があるんだ。はあ。え、地下1階に戻らなあかん？頼むケロ。なんかあんまわからんかったけど。こっちに来る必要ってある？ないな。絶対ないわ。もうこれ宝箱だけの部屋っぽいもんね。ってことは、まあ、とりあえず地下2階、1階か、に戻って、バッテンのとこ行ってみる必要があるわけだ。ってことか。ちょ、これ弓落ちてないかな。やったー、1個でいいです。めっちゃ補充できるね、この弓での攻撃が。結構ね、やっぱ遠距離攻撃っていいよね、簡単やから。よっ、え、今地下まだ2階ね。でここが地下1階か。で、
か。地下1階、あ、もうちょっと向こう行かなかわけや。ここにおる敵もさ、あ、なんか仕掛けあるやん。うるそう、ま、ファン止めろってことよね。そうよね、そうよね、きっとそういうことよね。一回ここも出なあかんか。でもここにもさ、ビリビリがあったんやけどさ、宝箱あったとこね。多分ビリビリ止めて、それで宝箱開けるっていう、そういう感じになるんかな。あ、一応こっちにもバッテンあったぞ。ここ、え？なんもないんやけど。側行ってみてなんかわかるかもしれへん。ここ、いや、なんもあらへんけど。これあれかな、なんか一回、わからんけど、ちょっと出るか、こっちね。時空石を、これ時空石の復活してる。なんか閉まってたんが結局開いたんよね、これ。だから戻すことができるんよね、これ一回。戻した上でっていうのが必要になってくる可能性あるよね。お茶飲みました。よいしょ。あー、なんちゅう階段の降り方が大胆。あ、コウモリおるよね。いや、なんか関係なさそうか。ここでしょ。あー、ここん中入れなあかんのか。あ、わかったかもしれないかもしれないです。多分これさ、過去の時、過去じゃない、こっちが現在なんよね。現在の時にさ、あれ？違う。現在の時、この廃れてる時、なんで表現したらいいんやろ。まあ、今の時は、ファンが止まってたんよね。確か。だからそれで、ファンの隙間からさっきの仕掛け、いやー、そういうやつやったっけ？確か。もう、ビートルじゃない、デシャバリビートルちゃん。セイ！じゃあ、今の爆弾の操作が下手くそなのはってところやけど、うー、ヘトヘトです。このファン止まってるじゃん。これで、うわ、めっちゃコウモリおるな。これで開くんかな、牢屋が。ここらへん、オッケー。あれ、開いたのここだけ。この開かへんのや。とりあえず入ってみる。コウモリめっちゃおったよね。コウモリぐらいは別にかまへんねんけど。ここにスイッチがあるから、それこれで、これまずどけるでしょ。これにも、これ押してスイッチかなと思ったけど違うね。これも多分またなんか、あるんかな。あ、なんもないぞ。なんもなさそう。ちょっと一回踏んでみるか、何があるか。なるほど。で、この弓で撃つんや。うわ、よくできとるの。よくできとるの。これいけるか？かん。なんかそんなに弓出てこんでいいやんって思ったけど、こりゃ弓いっぱいいるな。これエイムが。
ッケー、これあのプロコンじゃなくてジョイコンの方でやったらどんな感じなんやろうね。操作感ね、むずそう。そこはもう閉まっちゃって良きで、足るなかったっけ、この部屋。この部屋は足るないか。これでも向こうの部屋が入れるんかな。こっちは無理で、こっちも無理で、今度はこっちね。これでバッテンの片方の方行けるわけや。ただ今のこの状態でバッテンのとこ行ってスイッチ切り替えても意味があるんかなって気はするけど。ハートか。オッケー、これね、これ多分刺すんでいいかな。あ、でも今なんか刺せる穴になってないから、おそらくまあまた上でどうこうしてこなあかんわけや。いくよ、せーの、それ。あ、ここ入れんかったんか、もともとこの今の状態やったら。よし、ということで、まあ気づけばね、ちょっと時間がいい感じな気がしますので、今回はこの辺りにして、次回さっきの謎解きの続きをやっていきましょう。ということで、今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。